神道大教員神道大教は、教派神道の一つ。明治政府が明治5年に神道の総本山とすべく設けた大教員が元であり、神道十三派と呼ばれる各教派神道の母体となった。初代官庁は稲葉正国である。祭人は雨の主の陣、アメノミナカヌ高見結び神、上結びの神、異常なぎ命、異常なみ命、天照大神。 天神八百万神、地義八百万神。昭和十五年以前は神道本局という教派名であった。その元となった大教員は明治六年に設けられ、神道の総本山として行動を発用に歴史的な役割を果たした。明治七年には全国でその存立を鮮明にしており、中、小教員百八十、共同職数七千二百四十名を用したのだが、 その組織上の重大な過失があり、早くも明治8年5月には大教員は解体を余儀なくされた。明治8年3月にこれに代わる組織として新党事務局が創設され、ついで大教員は新党側独自の工学不教機関となり、名称も新党大教員と解消した。新党事務局と新党本局は組織的には一応別であるが、新党事務局が有していた。 神道各教会を統括するという性格は引き継いだ。明治18年に、本局は新たに、神道教器を制定し翌年認可されると、東京するが大、ついで築地に本局が置かれ、初代館長には稲葉正国が就任した。以後、神道本局は、独立した教派を形成し得ない、神道系の諸教会の統括という機能を担った。昭和15年宗教団体法施行にあたり、 当局に、新党本局にも共鳴の変更が妥当ではないかということを勧告され、大会議を開き慎重審議の結果、明治3年の大協宣布の見事のリにのっとり、新党が国境と定められ、その精治に沿うべく、新党事務局が創設せられ、やがて新党本局に受け継がれた。その優勝をもって新党に大協を結び、新党大協と改名した。現在、新党大協には、 約130の教会、神社が所属している。二桁以上の教会、神社を包括する、教派神道は、宗教年間に掲載されている限りでは、朝整教を除くと、神道大教だけであり、また朝整教が包括する神社13社であるため、約130社の教会、神社を包括する、神道大教は、神社神道以外の団体では、最も多く包括していることになる。 新党大教には平成29年現在512人の新職が所属している。新党大教では教師養成機関として新党学院研修会を設置しており、毎年8月22日より28日までに教師、教場後継者育成のための研修会を開催している。そこでは一連の動作採点方式ができるように指導しているとされる。館長は 任期4年で選挙制。平成29年5月1日より、菊池茂都氏が第13代館長に就任した。高天高級賞及び国学院大学は、新党大教とは切っても切れない関係にある。というのは、明治3年、大教旋風の御事乗りが発せられ、統一的な新党の選挙機関として生まれたのが、新党事務局であるが、 その浸透事務局の進職を要請するために、設置されたのが、高典高級所であり、ここを母体に生まれ、発展したのが国学院大学であるからである。東京都港区西麻布4丁目9番2号、安丸義雄、宮地正人編、日本近代思想大敬語宗教と国家431ページ、AB、平成29年版宗教年間参照浸透学院研修会。 ありがとうございます。